おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールは貴重な神戸鹿の子大店さんです。本日は並び順での入場となっております。前日、下見ができておりませんので、朝一は、周りの状況等を把握しながら、こせて探しながら立ち回っていきたいと思います。で、前回でちょっと負け受けしてしまってるんで、また今日から3連勝を目指して頑張っていきたいと思います。それでは実践よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。朝一はまず主役や銭形通から打っていきます。で、周りリセット分かりやすい台もあるんで、その状況を逐一見ながらこの台も設定カンバしながら打っていきたいと思います。今僕が打ってるところから中央が見えるんですけども、朝一前代も打たれて全部据え置きっぽい挙動ですね。中央に関しては763ゲーム、ジャックベルから果てです。結構厚めの演出には行きましたね。ジャックベルからヒーローチャレンジ来ました。拙者が挑む。ジャックベルです。チャンス目です。これはあり、いけそうですけど、なりましたね。とにかくジャックベルから、そうですね、776ゲーム、ボーナス確定です。スイングライでしたね。投資回数は1250枚です。お、滑りプラムじゃないですかね。滑りプラムですね。で、この時はほぼ裏に回ってしまいますね。ああ、すいません。ジャックチェリーから昇格チェリーです。さあ、そろそろ後の手が出てくると思うんですけど、せめて100枚。滑りプラムの面で100枚取りでした。
コあ、京メルっすね。京メルからの100枚場乗せです。獲得380枚終了です。3回目連はなしでした。132ゲームチャンスリプレイです。で、速発展ですね。チャンスアップ1個ですね。チャンスリプレイからヒーローチャレンジです。拙者が挑む。お、低下プッシュ。おそらくジャックチェリーからのヒットですね。144ゲームボールの確定です。投資は変わらず1250枚です。もうちょっと当たったらね、ダブルの期待もあったんですけどね。150枚スタートですね。お、ジャクテリーから昇格で30枚です。トータル173枚です。3ゲーム連はないっぽいんでね、なかったですね。ゼニカタイムは自転車でルパオ。今ボーナス終了後80ゲームで回したんですけども、一旦周りの状況を見に行きたいと思います。このゼニカタ2なんですけども、朝一ほぼリセットっぽい挙動してて、ゼネガタの島全体自体は全然悪い挙動してないんで、ちょっと僕の台がちょっと弱いなと思ったんで、こっちに移動してもう一回設定カムしながらちょっと打っていきたいと思います。475ゲームジャクメルです。昇格はなしでしたね。チャンスでござる。480ゲーム、判定です。481ゲーム、京ベルです。
チャンスアップありでしたね。ヒーローチャレンジ、ヒーローチャレンジ、ジャックベルからですね。拙者が挑む。お、これは当たってそうですね。496ゲームチャンスオーガラボーナス当選です。総投資が1500枚です。シングルドライです。セニアダビーグ。獲得枚数は150枚でした。3ゲーム連打演出できましたね。体勢は十分に整った。よし、全員配信する。配置部隊、配置部隊完了。これでも使え。ありゃ、まあまあ、3ゲーム連打なしでした。シングルでスタートです。150枚で終了です。まあ、今朝一のゼネ型が通り台で約通常だけで2500ゲームぐらい回してるんですけど、設定差のない子役がまあ今日チェリーで今1回っていうことでは、やっぱり出玉的にも設定カッパ的にも結構厳しくなるんですよね。なんだ、せめて確率通りぐらいにはちょっと引いてほしいですね。296ゲーム、昇格チェリーですね。312ゲーム、確定しました。昇格チェリーからですね。318ゲームボーナス確定で、投資が2200枚です。上乗せはなしでした。3ゲームレース発展しました。ようこそ。よし、全員第1部隊、あーもうこれは絶望的なぐらい弱いですね。お、当たるんや。3ゲームレース先行しました。いやーこれはだいぶラッキー。シングルゾロです。
山本です。駅付きで290枚です。3ゲーム、ジャクベルです。8ゲーム8点です。チャンスアップありでしたね。ライトをつけるぞ。行くぞ。12ゲームヒーローチャレンジです。ちょっとベルか前回のボーナスの昇格シェリーの分かちょっと分からなくなりましたけど、なんとか早いうちに当てたいですね。ここでゲーム、ジャック・チェリーから当選です、持ちコインで当たりました。ダブルラインでチェリー型ビッグです。おお、グロッキーですね。ダブルでしたけど300万あります。左発展です。左チャンスアップありですね。はい、スワロー戦確定です。ジャック・チェリーからです。50枚のマラスです。ジャック・ベルから50枚です。8点です。お、当たりましたね。ダクベルの追加のせいでさらに50枚です。ジャクチェリーから20枚のマラスです。追加20枚マラスです。後のせかな。ビールロックしましたね。からの強チェリーで30枚のマラスです。判定です。チャンスアップ、チャンスアップに5名。なかったですね。剣の乱れは心の乱れ。ジャクベルです。からの8点です。
だり。あ、なりましたね。そろそろ特化ゾーンがいいな。追加で50枚渡せです。枚数引き継ぎで842枚です。なかったです。あー止まるんか。お、今日チェリーですね。5ゲームです。お、一応タイプライター語速のパターンは厚めのパターンですね。25ゲーム破天です。これはもらったでしょう。よし、29ゲーム、広角鏡チェリーからのボーナスです。シングルぞろいでスタートです。上乗せ、レア役なしで終了です。枚数引き継ぎ968枚です。とりあえずレア役引いてないんで3ゲーム連には行きます。普通で赤カット。いい、3ゲーム連当たりましたね。よしよしよし。シングルぞろいです。チャンス目から20枚のプレイ。チャンス目から20枚のワンスです。ジャックチェリーから50枚のワンスです。1198枚で終了です。3ゲームレーンはなしです。ハンバーガーを一つ。15ゲームジャックベルです。
発展です。フジオ、ルパンはどうだ。おお、当たりましたね。それは広角ジャックチェリーからの直撃です。24ゲーム確定です。シングルゾロイです。発展です。左お、周期からの、確定です。50前の上乗せです。で、ジャックベルです。いやでも今つなぎつなぎで AT520 ゲーム消化してるんですけど、特化ゾーンに1回も入ってないんでね、ちょっとそこが弱いですね。チャンス目から上乗せ20枚です。枚数引き継ぎで1379枚です。まあ今芝連打ぐるっと見てもらったんですけど、まあ今のところそんな強い台がないのと、まあ今自分が打ってる台がジャクベルからのチャンスゾーンが17分の5で、チャンス目が8分の1でちゃんといってます。で、まあサンプル少ないんですけど、広角ジャクチェリーが1回直撃してるんで、まあ、あと今日チェリーを通常時に引ければ見えてくるとは思うんですけど、まあ一番下って感じではないと思うんで、もうちょっとこの台粘って打っていきたいと思います。あ、すいません、286ゲームジャクベルです。292ゲーム、ヒーローチャレンジです。ジャックベルからですね、ヒーローチャレンジ突入。好きなキャラクターを選んでくれよ。我々警官が頻繁に出現するチャンスです。強ベルからヒットしました。300ゲーム、チャンス等からボール使ってです。シングルゾロイです。あれ、ここいつも光ってましたっけ。多分揃うんじゃないですか。よーし、スーパーヒル開きました。さあここでレア役引いて、もう一個上に行きたいですけどね。
トータル280枚で終了です。今ボーナス後89ゲーム回してチャンスで解除もなかったね。一回回り見に行きます。このリンネのラグランジェなんですけれども、今お店全体が据え置き挙動が多い中で、この台朝リセット挙動をしてたんで、まあ、設定もしかしたら上げてきてるんじゃないかなっていうこともあって、ちょっとできるだけ設定カンパしながら打っていきたいと思います。では打っていきます。今投資2200枚で、持ちメダル約1200枚ぐらいです。249ゲーム判定です。252ゲームで、チャンス目です。ジャックチェリーです。256ゲーム発展です。257ゲームラグランジチャンスです。初めて一発解除しました。259ゲームボーナス確定です。ガストライブいきます。ミドルリーです。いやーちょっと早速ピンチ。はい、100枚でスタートです。これは私が決めたこと。チャンス目です。から夕方には行きましたね。発展です。ああこれは当たりましたね。突入から10ゲームへボーナス確定です。ボックスドライブです。青です。
60枚のマルスです。トータル56ゲーム238枚でした。昇格はなしでした。レギュラーボーナスで53枚です。今、まあゲーム数自体は少ないんですけども、今追加確率が100分の1っていうところと、あとモード移行自体もそんな強くなさそうなんで、他もうちょっと、強い台あったらそっちに移動したいと思うんで、一旦やめて他の台探しに行きたいと思います。このセイントセイヤなんですけども、まあ、ちょっと解析できてない部分はあるんですけども、結構初当たり軽めになってるのと、現状他の台で打てそうな台っていう中でこれが一番強いんじゃないかと思うんで、ちょっとこっちに移動して打っていきたいと思います。215ゲーム8点です。218ゲームチャンス目です。220ゲームフェニックスチャンスです。チャンスゾーンからボーナス確定しました。234ゲームです。トータル56枚でした。ティール当選はなしです。ボーナスで67枚でした。163ゲーム強シリです。
166M、今日チェリーから、フェニックスチャンスです。チャンス目ですね。さあこっからですよ、こっから。フェニックスチャンスからボーナス確定です。いや、なんとかやっと始まりましたよ。62ゲーム、トータル166名でした。今ボーナス後94ゲームまで打って天国へ指定されたんで、一回周り見に行きたいと思います。今ちょっと打てそうな台探し全体もう一度回ってみたんですけれども、ちょっと今投資が2200倍っていう状態で、それをまくれそうな台っていうのが今のところないので、ちょっと今回2連敗ということになってしまいますけれども、これで実戦終了したいと思います。すいません、ありがとうございます。回収が170枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝一は、ゼニー型で設定狙いで、設定判別していったんですけれども、まあ、その中でお店全体の挙動を見て、ちょっとまあ競り置きの方が多いかなって思う中で、まあ、リセットかかってた台を高設定だと思って立ち回ったり、何台か打ってみました。で、まあそんな中でまあ中間設定メインだったかなっていう風な印象を受けました。で、本日の結果なんですけれども、投資が2200枚、回収が170枚、差枚がマイナスの2030枚でした。で、本日で2連敗ということになってしまいましたので、次回で、必ず勝てるようにしっかりもう一度立ち回っていきたいと思います。では次回もよろしくお願いいたします。